ですねやっぱりこう普段は表情とかだったりとか声とかだったりで表現するんですけどなんか声だけで表現お芝居するっていうのが初めてだったのでなんかすごい新鮮な気持ちでやらせていただきました<笑><笑>すごい難しいんですよど,どうするどういう感じでやればいいんですかねあのこ、えー、これすごいこう まあ深い話なんですけれども収録するスタジオにまあ映像はないんだけれどもモニターがあってモニターにですねその波形が出るんですよまあもちろんそれ全てにこうで出来上がっているエンターテインメントなのでそれに合わせなくちゃいけないっていうところがあってそこの尺を合わせる作業っていうのが またその技術的にすごい大変だったりとかしてそうですね,ね僕も慣れないことだったのでどうしてやって台本をやっぱり見る確率の方が高くなるじゃないですか、うん、だからなんか場合によってはもっとたっぷりとかやっぱりもうあのそのまんまの尺でいかなければいけないので結構長いセリフをその決まった波形の中で。 はめていくっていうのはなかなか難しかったですねなるほどなんかねこうせかされてる感じがしてそうなんですよ <laughs> 追,追われるような気分になってこれはもう経験した人でないとわからない<ー>うん。そうですよねみなみさんね、はい、そうですね,ね <laughs> いやちょっと皆さんこれ聞いて今井さんのこのナレーションめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、はい 渋い声ですねあす私、あの声優プロダクションの社長もやってるんですけどちょっとなんかライバルが出てきちゃったなっていう感じですけれどもずっと聞いていたいというかもうこの,あの DC 特有の,あのテーマ曲というか BGM に乗って今井さんのこの渋い声のナレーションもう一気になんかこの世界に引き込まれますよね。 ここの1分でグワッときましたよねかっこいいいやまだ収録が続くんでありがたいお褒めのお言葉がプレッシャーにも感じていますけどいやいやいやすごいないいなと思って、うん、社長からもしかしたらスカウトが来ちゃうかもしれませんね。<laughs>